富山県富山市証県にて、立山連峰と、上岸寺川空撮上岸寺川は、富山県中新川郡立山城及び、富山市を流れ、富山湾に注ぐ一級河川。古くは、新川と呼ばれ、新川郡の名の由来ともなっている。流域の地名を取って大森川、水橋川、岩倉川、足倉川とも呼ばれた。本項目では、上流の間川と、 湯川も合わせて説明する。古代から洪水が多かったため、川の名前は、出水なきを常に願う、という沿岸住民の気持ちを込めた、随称地名である。また、立山の山中にある、上岸寺、下流の川沿いにある、上岸寺村、上流にある大岩、上岸の岩から名付けられた説もある。富山県の七大河川の一つ、富山県富山市南東部の、 立山連峰北の又岳に源を発する。真川と浄土山を源にした山カルデラを流れる。湯川が、カバ平付近で合流して上岩寺川と名を変える。その後商業川、和田川、小口川を合わせ流下する。上流域は極めて急峻な地形で、標高1000メートル以上の高地は、流域の約73%に及ぶ。中に井川郡立山町との境界に沿って北西に、 流れ、富山市高木と富山市水郷辻家道の境界で、富山湾に注ぐ。下流域では、富山市城滝を船長とする上岩寺川洗浄地を形成し、富山平野の一部を成している。富山市、立山町約3000メートルの標高差に対し、川の延長はわずか56キロメートルという、世界でも屈指の急流河川である。明治時代、上岸寺川の改修工事のために、 政府から派遣されたオランダ人の義士のヨハネス・デレーケがこれは川ではない滝であると言ったと伝えられているこの言葉は実際にはとても急流だというような意味のことを言ったのが誇張されて報告されたものであるが上岸寺側の急流の凄さを表現する言葉としてよく引用されている内務大臣に提出した県知事の上申書に 川と言わんよりはむしろ幕と称するを重当すべしとあり、これをデレー家の発言とする説もあるが、どれも明確ではない。日本屈指の急流であり、降水量の多い地域であることから、流域では、昔から水害に悩まされてきた暴れ川である。縄文時代における上岸寺川流域では白井は、川と神通川との間を、大小の支流が多数流れており、奈良時代には、 伊達川と現在の河道との間を流れ、平安時代には、伊達川と熊野川との間を、続いて、鎌倉時代室町中期には、伊達川付近、室町末期には、現在の河道の東側を流れ、江戸時代以降は現在と同じ位置を流れていると、考えられている。上岸寺川の治水の歴史は古く、1581年、笹成政が、 富山城下を守るために堤防を構築したのが本格的な治水事業の始まりとされる。この堤防は笹みと呼ばれ現存する。家庭に埋めた巨岩を基礎とする三面玉石張りの霞堤で、当時としては画期的な規模と強度であった。また、江戸時代に富山藩の六代藩主前利友が洪水対策の水防林を植えさせたものが、現在も殿様林として残っている。 かつては、川口付近で大きく、東へ屈曲し白岩川と合流していた。そこでヨハニスで、霊家の指導により、富山湾まで新しい直線的な流路を改作し、上岸寺川と白岩川は1892年に分離された。これ以降は、川口付近での洪水は激減した。デレー家は他にも、上岸寺川の堤防改修や、護岸工事や、 用水ごとに設けられていた取水口を統合する、合口を計画した。当時の上岩寺側には23もの取水口があり、取水のための堰が流れを弱め川底に土砂が堆積することが、派への一因と指摘している。1893年に12の用水を統合した、常西し相口用水が完成した。江戸時代の安政期の飛び越し地震により、上流部の支流である和田川の流域の、 縦山カルデラで大規模な山体崩壊が発生した。その後の大規模な土石流により、下流域は大量の土砂によって埋め尽くされ、川は石の多い地下を流れ、あまり表には見えてこない。しかし、集中豪雨ともなれば、様相が打って変わって手のつけられない暴れ川となる。その証拠に川沿いには大小の石が点々と残っている。 水田近くに点在する重さ数十トン以上もある。巨大な石は大転石と呼ばれ、富山市、大場地区の川沿いにある巨石は、直径約6.5メートル、重さ約400トンもある。また、大場地区、西番地区等には4メートル以上の巨石が約40個以上、ある。これらの巨石は140年前に起こった、安静の土石流によって運ばれたものである。古文書によれば、 こんな巨石が川底の石とぶつかり、火花を散らしながら流れてきたという。この土石流による被害は、当時の富山半寮内の18河村に及び、死者140人、負傷者8945人、流出家屋1603戸に及んだ。特に左岸の村々の被害は甚大であり、これらの村は被害の少なかった右岸の土地に移住した。 上岸寺側の右岸と左岸に同一地名があるのは、その名残である、土石流によって流れてきた、直径5メートル以上の大転石、被害を伝える、地蔵像、水人像や、犠牲者の供養等などその被害を伝える、数々の遺物が川沿いに残されている。安静の地震で流出した約2億立方メートルの土砂によって、大日橋付近で約8メートル、 立山橋付近で20メートルも川床が上昇したと推定されている。その後、上岸地側では明治元年明治45年の45年間に41回もの洪水、土砂災害が発生し、人家や農作物に多大な被害をもたらしている。また、水源地から流出した土砂により、下流域では川床高が地盤高よりも高い天井側を形成した。 1949年から1967年にかけてタワーエキスカベータによる大規模な川床掘削を実施した。現在では天井側はほぼ解消されているが一部区間で残っている。また、縦山カルデラは脆い地盤のため、自治省規模の落石が起こる。以来、砂防工事が現在まで続けられている。1906年から県営事業として行われていたが、 県だけでは十分な工事が行えないため、1926年からは国の直轄事業として行われている。立山カルデラに溜まった土砂は約2億立方メートルで全て流れ出すと、富山平野の全体が平均2メートルの土砂で覆われると推測されている。明治時代の廃藩地県の際に、一度は旧越中国の全域が石川県に編入された際に、 旧越中国の住民から文献運動が起こり、その結果、再び富山県に分離されるに至った背景には、この上岸寺川などの災害に対して、旧加賀国、能登国と旧越中国との間での意識の隔たりが大きかったことが大きな要因とされる。1934年には、立山カルデラを含む上流部は中部山岳国立公園に指定されている。 上流域では主に岩名が生息する。下流域では、カジカやアユ、ウグイ、メダカ、トミヨなどが生息する。川床内で越冬、産卵する、アジメ土壌が大河川では珍しく後半に生息する。上岸寺川流域には、約950基の砂防設備が設置されている。大砂量は、約2、300万立方メートルで、東京ドーム約19個分に相当する。 1950年から1955年にかけて、堤防への衝撃を守るため流速の軽減や、流向きの是正を目的に作られた、L 字型のピストル型水星は、ここで発明され、現在では、全国の急流河川で利用されている。ありがとうございます。